我々は喧嘩を売ったりしない。だが売られた喧嘩は買う。誰もが君を理解できるとするなら、君はなんて平凡な人間なんだ。強者が口をつぐんでこそ、弱者は表現する権利がある。毒薬と不老不死の薬を持ってるけど、どちらを飲みたい？あなたは素晴らしい素質を持っている。剣術を教えてあげよう。
毒薬と不老不死の薬を持ってるけど、どちらを飲みたい？